青木康平選手にいろいろ聞いてみよう。よろしくお願いいたします。もうね、バスケットボール界ではレジェンドでございますけども、かねてからですね、そもそも連絡先も知らない中で、前福岡のあれどこで会ったんでしたっけ、飯塚のライジングゼファーの試合の時にたまたま会場行ってはったんですよね。で、僕も取材で行かせてもらってて、でずっと僕は YouTube 始める時にいつか青木さんに出てほしいっていうのがずっとあって、なんか接点ないかと思ってたら飯塚でたまたま会えたから、うん、結構通りすがりでね、そうそう、すいません今度 YouTube 出てくださいって言っていいですよって言ってくれたんで、まあ、今回、ね、いろいろあの知人を通して、オファーさせていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕らの世代でいうとね、やっぱりこの同世代なんで、はい、あのバスケ界の、まあ、いろんなところを見てると思うんですけども、はい、まあ、まずそもそも青木選手がバスケを始めたきっかけからお聞きしてもいいですか。きっかけですか。最初から。はい、あ、長くなりますよ。いいです、もちろん YouTube でしっかり尺はありますので。きっかけは、はい、自分の仲いい友達のお姉ちゃんが入ってて、うんうんうん、でその友達もお姉ちゃんの影響に入るっていうので、うん、小学校3年生の時に入ったのがきっかけですね。何、これハマっていったのは何がありましたか、きっかけは。実はその前に野球部に入ってて、うん、はいはいはい、で野球部ってやっぱ打ったり投げたりするのが醍醐味じゃないですか、うんうん、でもそこの野球部はあのベースランニングしかできなかったんですよ。なんで？そう、でそれで厳しかったってことですか。基礎練習がすごくしっかりしたところだったんですね。そうですね、うんうんうん、でもう面白くないからやめて僕1日でやめたんですけど。投げたり打ったりせえへんのと。そうそう。走るだけってなったんですね。そうで、結局バスケはドリブルつけるじゃないですか、うんうん、シュート打てなくて、うんうんうん、でやっぱドリブルうまくつけなかったし、うんうん、でやっぱそのドリブルつくことがすごい楽しかったから続けられたって感じですね、うんうんうん、はあ、なるほど。あ、じゃあ最初ドリブルにハマったんですか。ドリブルにハマりました、ね。面白いな。まあ大体みんなやっぱシュートに気が行くじゃないですか。そうなんですか。それが多いと思うんですけど、最初はね、うん、最初はやっぱそういうシュートとかが誰でも打てるっていうところが楽しいなとかっていうので、だんだんドリブルも覚えた方がいいなってなっていくと思うんですけど、最初からドリブルの魅力に。そうですね。面白い。それでまあまあこう続けていくじゃないですか。で、まあ、いつぐらいからこう頭角を、スター選手の頭角を現して始めましたか。いや、小学校の時はもう上手かったですか。小学校の時はみんな上手かったんで、うん、全員、うん、レベル高かったんや、ま、周りが。そうっすね。いつなんですかね。いや、ちょっと分かんない。ひょうひょうとしてんな。小6なんですかね。全国大会とか。あ、行きました。おー、6年生の時。おー、成績は予選敗退。予選敗退。予選敗退。全国大会の予選敗退。予選グループ敗退です。なるほど。でもじゃあ福岡の代表まで行ったってことですよね。行きました。で中学は。中学も僕が1年生の時に3年生が全国大会優勝して、うん、優勝、全中優勝。そうそう。おー、すげー。そうだった。あ、じゃあほんまにレベル高いところに最初から入ってたってことですか。ですね。ほんで全中も優勝し、全中優勝、自分らの代はベスト8で負けて、うん、ベスト8、でもちゃんと出てるんですね、全中には。そうですね。そっから大堀に。はい、大堀行って、はい、あ、ボコボコにされて時代的にね、僕らの時代はまだありましたからね。まあでもそれは愛のある道ですから、はい、やっぱ多分期待されてたんじゃないですか、最初から。今思えばそう思いたいですけどね。大堀時代の一番の最高成績はどこまで行きましたか。全国インターハイ3位か。おお、すげえな。まあそれでじゃあインターハイ3位で結果も残し、キャプテンでチームも引っ張り、そこから大学に入っていくわけですよね、先週に。先週大学時代はどうでしたか。先週、これもなんか結構危ない話だったんですけど。もう使える話一個もないやん。ちょっとちゃんとしてよ。多分僕の時代って、うん、そういう時代の狭間じゃないですか。まあ確かにそうですね。あの、どんどん変わっていきましたよね。で、大学になるとその、まあ、悪い習慣も残しつつ、うん、なんかこう徐々に下のやつらがこう本当にバスケットに向かっていくみたいな、うんうん、僕ら狭間だったから、うんうん、そう、だから僕が入った時はやっぱその悪い文化がまだあって、ガチガチあって厳しかったんや。厳しくはなかったっすね。これはほんまに使えないです。そうそうそう。なんで選手選んだんですか。
大堀の先輩がいないからです。わかりやすい。よっぽどいろいろ嫌やったよな。そうっすね。まあまあ、うんうん、全然先輩が嫌いとかじゃないですけど、うん、そのなんかこうやっぱ自分の環境を変えたかったのは一番のきっかけで、ちょっと違う環境に身を置きたいと。そうっすね。うん、で専修大学はそのまあ練習も真面目にしないとか、それも入る前が分かってたんですか。まあ、そうそう。でも強いからみたいなので、うんうん、あいいなって、と適当に考えてました。いざ入ってみたらやっぱ大変でした。あでも確かにバスケットの面で言えばすっごくやっぱ能力がすごい高かったから、うん、その私生活で学ぶべきところは一切なかったんですけど。ゼロ。今となれば、でこんなことはなんかこう本当に社会勉強として捉えてましたけど、今となっては本当なんかもうクズだったなと思う。まあでもね、いろんな時代があって人間成長していきますから、うん、それでも専修大学時代も結構最初は厳しかったけど、最終的にはかなりいい成績を残しますよね。その辺それこそ中原さんよく知ってるじゃないですか。はい、もちろん、はい、めっちゃ可愛がってもらってます。中原さんがちょうど僕が1年生の後期からアシスタントコーチとして来たんですよね。うん、でゼロ年目から知ってね、最初から知ってんや。知ってます、それでなんかちょっとずつ中原さんがこういろんなアドバイスくれたりとかっていうのが始まった来た頃なんですけど、でそれもあって専修大学は結構こうすごいバスケットにみんなこう気持ちがシフトしてったっていうのはあったと思いますね。ちょっとじゃあ本当に練習しなかったチームに中原さんというコーチが入ってきて、みんな変わり始めていった年じゃったってことですか。そうですね。プラスのやっぱ真面目な子たちもどんどん下から入ってくるようになったし、すごいこうバスケットで結果残していく、行こうっていう雰囲気になりました。あそうなんや。ほんでまあこうね、最初は結果出なかったでしょ、選手行っても、はい、で最終的にインカレの、そうですね、チャンピオン、チャンピオンまで行くわけじゃないですか。 それを引っ張ったのはもちろん青木選手でしょう。どうすかね、でも分からないですけど、主力やったわけでしょ、もちろん。そうですね。ね、だそういう時はどういうふうにこうチームを引っ張っていったんですか。まあ僕の場合は大学でバスケやめるって思ってたんですよ。あ、そうなんや。まあ、それ決めてたんで、もう大学4年間で辞めると。そうです。プロとかはそんな考えてなかった。考えてなかったです。まあ当時なかったじゃん。あ、まあまあね、はい。で、でも実業団みんな入ってとか言ったでしょ、周りの優秀な選手たちは。そうですね。それは夢見てなかったんですか。なんか魅力をそこに自分がプレーする絵が浮かばなくて、行きたいとも思えなかったんですよね、当時は。なんかその頃からちょっとこう、なんていうんだろう、周りに流されないというか、結構我が道を行く感じの感性を持ってたってことですか。よく言えばそうかもしれないですけど。いやでも絶対そうだと思いますよ。どうすかね。でまあもちろんインカレ優勝し、その時はもちろん嬉しかったでしょ。嬉しかったです、ね、もちろんいろいろ頑張ってきた結果ね、つながって、はい、で、普通ならそのプロの道とか、実業団の道を憧れるはずが全く魅力を感じず、なぜこのストリートボールの道に、大学卒業と同時にストリートボールの道に入るんですか。はい、そうですね。ストリートボールのやつはどういうきっかけで入っていくんですか。それは、今サムシティやってるやつが、うん、もうそのボスがいるんですけど、うん、そいつが、こいつも福岡出身で、うんうんうん、でそいつが、うん、アメリカに留学してて、アメリカが帰ってきて、うんうん、ラッパーのアーティスト の、 その前座でちょっとバスケットのパフォーマンスするからっつって、僕の2個下の中川兄弟いるじゃないですか、あいつらに声かけて、ちょっとお前ら出ないかっていうふうに。中川兄弟も選手、選手ですね、はい、で声かけたのが多分きっかけ で、 で弟のカズが僕と同じ部屋だったんですよ。でカズちょっと喋って、で僕もバスケやめる予定だったからインカレ終わってるし、ちょっと俺も行こうかなみたいなのがきっかけで、うんうんうん、で彼と会って、うん、アメリカのバスケットの話をしてくれたんですよ、うんうんうん、アメリカのカレッジではこんな感じで、うん、1年間こういうことあって、うん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 、大会行けばこんな感じでみたいな、うんうん、今まで知り得なかった情報が入ってくるんや、そこで、はいはい、で当時インターネットとか YouTube とか盛んじゃないんですよ。ないからね、だからもうこんなバスケットの世界があったのかっていうのを思って、うんうんうん、
もうバスケやめたくないなって、アメリカのバスケットを見てからバスケットをやめるべきだなって思ったんで、すごい出会い、うん、そう、それで、でももうその時期が遅いし、うん、あ、そうか、卒業前から動いとかな間に合えへんかったんや。そうですね、うん、だからとりあえずはそのアメリカのニューヨークに行ったんですけど、その時は、はいはい、大学を卒業してからですか？卒業する前ですね。ちょっと前にもうニューヨークに、はい、行きました、家族と2人。まずは見に行ったってことですか？いや、本当はトライアウト受ける予定だったんですけど、もう僕はちょっと怪我しちゃって、けどトライアウトには参加できなかったけど、うんうんうん、ニューヨークまで行って、うん、その時は中原さんも来てくれたのかな、うん、トライアウトには来なかったけど、確か、アメリカまで、はい、一緒に中原さんはなんか別のなんか仕事かなんかで来てたんですけど、うんうん、いるんやったら向こうであって、で結局僕はそのトライアウト受けなかったから、うんそのまあ、バスケットをしてないんでやめれないじゃないですか、うんうん、でとりあえずバスケットしてやめたかったから、うん、1年我慢して、うん、で1年後またニューヨークに行って、うん、で3チームぐらい受けたのかな、でもやっぱ向こうのオープントライアウトって、うん、結局お金払ったら誰でも受けれるから、うん、そうだから僕の履歴書なんてもう意味ないんですよね、うん、インカレ MVP とか、うん、で身長でこう分けられて結局、うんまあ、向こうもオープントライアウトの中で推薦枠があるから、はいはいはい、推薦のやつは A チーム、うん、でちょっといいやつそう、うん、B チーム、まあ、でも大体あの時って身長がかなり重視されたからもう大きいやつから順番みたいな中ですよね、うん、で結局下のハオのグループってゲームしてても誰もコーチ見てないんですよ、うん、どんなにシュート決めようが上がりようがないっていうか、ないよ、で結局まあそういうチームが2つぐらいあって、うん、で最後のチームがすごい一番良くて、うん、たまたま NBA のコーチがこうそこに降りてきてたんですよ、うんうん、で3日間のキャンプがあって、うん、でその中でもうしっかりとトレーニング10、20人ぐらいいたのかな、うん、しっかりトレーニング3日間してもらって、で最後一人一人の評価をしてくれて、まあ、だから急に全然違う対応ですね、めちゃめちゃ楽しんだんや、だからその経験がすごくこうありがたかったし、うんまあ、実際アメリカ行って、うん、やっぱパスも回ってこないわけじゃないですか、うんうんうん、でそういう中でやっぱ自分をどう表現したらいいのかっていうのもすごく勉強だったし、うん、すごい価値のある、まあ、遠征っていうかトラウトは、うんうん、で帰ってきて、うん、言ったらなんかトラウトの結果どうやったんですか？ダメしてたんです、全部ダメです、全然ダメです、なので、うん、で帰ってきて、帰ってきてやっぱ向こうでずっと答え合わせて、うんうん、でやっぱストリートって3対3がメインじゃないですか、うんうんうん、当時はそうだったんですけど、うんうんうん、だからこうやっぱ答え合わせしたいなっていう思いがあったんで、うん、もうムズムズしてたんですよ、うんうんうん、したらちょうど BJ リーグができるっていうのが決まり、うんうん、あ、じゃあこのトライアウト受けて落ちたらもうやめようかなって思ってトライアウト受けたんですよ、そしたら普通に受かって BJ に入ったってことですか、はい、そうです、はあ、でそのストリートボールは、日本でやってたんですか、ニューヨークでやってたんですか？あ、いや、日本でやってます、日本でもやってたんですよね、はい、その時日本でストリートボールという文化まだそんななかったんですよね、きっと、そうですね、要は青木選手たちで作っていったってことですね、ストリートボールの文化を、まあ、うん、まあ僕ら、まあ、うん、なんすかね、僕ほんまに大阪でやってたから、で普通の弱小高校やからそのストリートボールの文化が全くわからないですよ、どういうことで始まっていったのかとか、うん、結構僕らすごいな、ナイキさんとかにサポートしてもらって、うん、いろんなイベントをやってたんで、うんはいはいはい、そういうのですごいいっぱい広まってった部分はあると思うんですけど、もともとチーム S とかはずっとやってきた人たちだし、はいはいはい、まあ、便族とか千葉にいるチームとか、うんうんはい、そういう人たちとこう一緒にそういうイベントで毎回こうやり合って盛り上げるみたいなことはずっとやってたんですよ、ね、代々木のあのコートも、はい、オープンのセレモニーの試合は僕らファイストボーラーズと S が試合した、あの代々木のもう伝説のコートのオープンのその親善試合みたいなものも出てるんですか？そうです、ね、うん、すげえな、へえ、そう、いい経験はすごいいっぱいさせてもらってます。あ、そうですか、うん、まあそういう歴史があってじゃあプロになっていくわけじゃないですか、はい、でプロになっていく中で、まあ、青木選手やっぱ身長低いじゃないですか、その中でこういろいろ戦っていくの苦労したと思うんですけど、どういうことを練習したりとかどういうことを意識しながらプロと戦ってましたか？1年目は本当になんかこう財産、うん、今までの財産でやってきて、1年目はどこに入ったんでしたっけ？東京アパッチ、アパッチに最初入って、で当時ジョー・ブライアントっていう
コーチ、はい、ホビーのお父さんもそうですね、ですけど、はい、やっぱ彼はすごいこうヘッドコーチっていうよりも、うん、なんですかね、アシスタントコーチ的な、うん、まあ、メンターでもあったんですけど、うんうんうん、お前を、うん、青木浩平を構造で表現しろってずっと言われてたんですよ。ガードした方がいいのか、うん、そのポイントガードした方がいいとか、うん、シュートいっぱい打った方がいいとかみたいなこともあったんですけど、うん、そんなの関係ない、うんうんうん、青木浩平をやれってずっと言われてて、うんうんうん、だから日本でそんなこと言ってくれるコーチ一人もいなかったし、うん、で僕はジョーのおかげでその自分をこう自分がやりたいバスケットをこう5対5の中で表現できるようになったんですよ、ね。それがやっぱりその1年目でも逆にずっと日本でバスケットを学んできたから、うん、1年目はその青木浩平をやれっていうことと自分が学んできたことが相反することが多かったので、すごい、うん、大変です。難しいですよね。難しかったです、うん、今までやんなって言われたことをやらなあかんとか、うん、まあ、逆のことをしていかなあかんってことですもんね。そうです、うん、それでじゃあ青木浩平を表現するためにはどういうことをしたんですか？まあ、コートではもう、うん、とにかく空いたらシュート打つとか、うんうん、もう自分が一番いいって思ってることをもうとにかく気にせずやることと、うんうんうん、ジョーが一番求めてたのは、うん、そのチームの中で僕が一番シュート上手だったから、うん、シュートが上手なやつがなんで一番シュート打たないんだっていう考え方だったんですよね。だからこう最後の残り4クォーターとかクォーターの終わりの 何秒とかは必ず僕がボール持ってたし、クラッチタイムはもう青木浩平でいくと、うん、はい、でそういうのってやっぱ日本人って遠慮しがちだから、うん、で外国人に強烈なヘリコプターとかいるじゃないですか、あいつがボールもらい来るわけですよ、うん、で渡すとジョーが怒るから、うん、だからもう渡さずに待ち行けとかっていうのもやっぱ日本人的にはなかなか最初抵抗あるわけですよ、うん、チームプレー、チームプレーで育ってくるからね。そうですね、うん、だからそこで、でもやっぱこうそういうことを経験することでやっぱりその苦しい時間帯、自分がやんなきゃっていう気持ち、自覚とか出てきたし、じゃあそのためにはみんなの信頼を勝ち取らなきゃいけないから、練習からもっと積極的にプレーをして高確率でシュートを決めるとか、そういうところを勝ち取らなきゃいけなかったんで、そういうのはもう本当にジョーのおかげで育ててもらいました。そのやっぱ BJ リーグのもう顔というか、オールスターもずっと出て、そういうスター選手じゃないですか。そのきっかけはやっぱジョーにあったってことですか？はい、そうですね。その中ででもやっぱり心折れそうなこととか、え、俺でいいんかなとかっていう揺らぎはなかったですか？毎回ありましたよ。毎回あった、うん。うん。しかももうその、ワンフォーローって一人僕がいて、うん、もう全員がコートの四隅にいるような状況さえ、はいはい、おー、いいね。シチュエーション的にはみんなが弱ってなるじゃないですか、うん、でも多分その確率めちゃくちゃ悪かったんですよ。自分それを分かってたから、うん、めちゃめちゃ確率悪いことをやっぱジョーはこう、うん、お前がやれって言うわけなんですよ、うん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 、そこの葛藤は結構いつもありました。まあ、確かに僕が決めて逆転シュート決めたとか、うん、そういう試合ももちろんあるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ毎回そうじゃないし、連続でミスするタイミングもあるわけじゃないですか、うんうんうん、そういう時はやっぱすごい嫌でしたね、正直心の中ではまた俺行くのかっていうあ、そうか、じゃあ当時のファンの人とかブースターの人たちは意外かもしれへんけど、実はそういう葛藤とかありました。ああ、そうなんや、うん、そんな中でもこう頑張ってやっていくわけでしょ、うん、この自分の中で確固たるこの青木浩平というものを、うん、築き上げていくのにはどういう心の準備してたんですか？いや、僕はでもやっぱりこう日本一の選手になりたいなっていうのはずっとプロになってから思ってたんですよね。で、やっぱ外国人の選手ってすごい褒めてくれるんじゃないですか、うん、あ、そうなんですか。対戦チームなのに試合終わった後とかにすごいお前いい、良かったよとか、すごい言ってくれるのも、まあ、だんだんそういうのが嬉しくなるし、自信になったりとか、で、ジョーもすごい励ましてくれたり、いろいろ言ってくれる中で、やっぱこう、この身長でプロやってる選手ってあんまりいなかったし、でもそれでもね、10点以上点取ったりとか、フリースロー決めたりとかっていうのを、多分今までの選手は、今まではいなかったと思うんですよね。だからその中で、やっぱこう、誰々みたいな選手だねとは絶対言われたくなくて、青木浩平みたいだねって言えるようなそういう選手になりたかったんですよね。かっけえ。いや、でも本当に青木浩平ってやっぱ一つのブランド化してますもんね。
そうっすか。いや、そうだと思います。やっぱだから俺は本当にバスケのことも全然知らなかったんですよ。月バスも読んでなかったし、ほんまに地元の弱小高校で細々とバスケやってただけだったんで、世の中のバスケのことは知らなくて、 NBA の情報がちょっと入ってくるぐらい でだんだんまあ東京行ったりとか仕事しだして、バスケと仕事していく中で、やっぱいろんなところで青木浩平という名前はなんか光って入ってくるというか、なんかやっぱブランドとしてこう田臥青木っていうのはちょっとあったんですよね、やっぱ。だから、ね、多分相当いろんなことを頑張って戦ってきて作り上げたんやろうなっていうのを思ってて、その、うん、作り上げていく工程を聞きたかったんですよ、今日は。うん、だから多分そのいろいろイメージと戦っていく中で、青木浩平ってこうなんだよ、青木浩平ってこういうことをするんだよっていうところは多分意識してプレーしてたんじゃないですか。そうですね、うんうん、まあ、とにかくなんかちっちゃいやつって外に逃げがちじゃないですか、うんうんうん、でも僕は中に入って行ってたんで、うん、やっぱその辺でそのなんですかね、大きいやつでも中行かないけど僕はちっちゃくても中行って決めてくるぞみたいなところはやっぱり負けたくなかったですね、うん、やっぱジョーもすごいアタックしろアタックしろってずっと言ってたから、うん、そのためにはどういうトレーニングをしましたか。トレーニング、うん、当時ね、外国人の中に入っていくわけでしょ、うん、この体格でってなったら相当いろんなトレーニング必要だったでしょ。まあ確かにあのトレーニングは、うん、その本当にちゃんとして始めたのはプロになってからなんですけど、うん、それで2年目になった時にパーソナルトレーナーつけたんですよ、うんうんうん、でそこから明らかに体が変わってきて、で結局あのおっしゃる通り、うん、あのオンザコートがなかった時代だから、うん、外国人も練習にめちゃくちゃいるんですよ、うん、でジョーは本当にこうフレンドリーすぎて、うん、六本木で仲良くなった外国人とかを練習に連れてくるんですよ。敷居引く。いや引くんですよ。この前会った友達じゃんみたいな、動きの頼んだな感じ で普通にバスケ上手いやつも結構いて、で中にはちっちゃいやつとかもいて、そいつとマッチアップできるんですよ、外国人。あ、じゃあ練習環境としては良かったんや。良かったです、良かったです。だからそういう子たちと一緒に練習できて、でやっぱフィジカルって慣れるから、やっぱ僕なんかこうフィジカルでこうやられた記憶があんまなくて、だそういう選手たちと一緒にずっとやってきたっていうのがすごいありがたかったです。フィジカルって慣れるんですか。いや慣れると思います。本当ほんま、みんなそう。青木浩平だけ。そんなことないじゃない。いや慣れるもんなの。慣れると思います。あ、そう、まあ、慣れはあるでしょうけど、うん、慣れだけでは、まあ、でも多分なんかそういう自然と慣れていく中で、じゃあこういう練習必要やとか、こういうトレーニング必要やっていうのを分かってやっていったってことですね。あ、トレーニングに関して言えば、うん、むちゃくちゃやってました。あ、まあ、そうですよね。でアメフトのトレーニングをやってたんで、やっぱこの身長でもこう2メートルのやつをぶっ倒したいっていうのが一つ。まあ根本にやっぱじゃあ負けず嫌いはあるんや。ありますあります。そうか、すごいですね。そしてまあ今引退されて、まあ BJ リーグもいろいろあったと思いますし、いろんなね時代を見られて、多分引退の時も相当な覚悟だったと思うんですけども、今はどういう活動をされてますか。今はその子供たちにバスケットボールスクールでバスケを教えているのと、はいはい、あとアンダーの15のクラブチームを持って活動しているのと、あとはまあクリニックみたいなところもちょいちょい行ったりとかさせてもらってます。じゃあ、オファーがあればクリニック来てくれるってことですね。そうですね。なるほど。じゃあまあこれからの日本バスケのまあ未来のために尽力しているということで。求められれば。ありがとうございます。じゃあ、またね、今後とも、いろいろな活躍を期待してますので、はいはい、今後とも頑張ってくださいませ、はい、またぜひお話し聞かせてください。はい、ありがとうございました。青木浩平選手に来ていただきました。ありがとうございました。皆様、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てねー。